ロケット号とはロバートス・チーブンソンが設計した蒸気機関車である。世界初の旅客鉄道であるリバプールマンチェスター鉄道の機関車で最高速度は時速 46.6km であった。1829年に開催されたリバプールマンチェスター鉄道で使用する蒸気、機関車を選定するためのレインヒル機関車コンテストに参加して優勝し、 蒸気機関車の有効性を示した。リバプールマンチェスター鉄道が開通後は、リバプール・マンチェスター間を約4時間半かけて走行していた。1830年9月15日に、同鉄道の開通式が行われ、世界で初めて一般の乗客が乗った客車を蒸気機関車を使用して運行、開通記念列車に試乗したリバプールの大儀士、ウィリアム・ハスキソンが、 ウェリントン港に挨拶しようと下車した時に反対方向から来た列車に引かれて片足を切断されて死亡した。これが世界最初の鉄道事故となった。後に製造された蒸気機関車のほとんど日本号と同じ技術と仕組みが採用されており、産業用蒸気機関車の原点とも言うべき存在である。ロケット号は設計時点で以下の当時最新技術が 採用されている。煙突の横にボイラーで発生した水蒸気の圧力を示すメモリがある。運転席には椅子がなく屋根もないオープンデッキのタイプで、機関士、機関助手ともに立ったままで操縦を行う。テンダーは、キャブに面する側の側板が設置されておらず、石炭は崩れてきてしまうため多量に積載することができない。水槽タンクは、 テンダー後方上部に横にして積まれている樽で、ここから吸水している。動輪を駆動するシリンダーが、運転席付近に斜めについているのが特徴。これは、これ以前にロバートと、父、ジョージス・チーブンソンが設計した、ロコモーション号のような車両の中央付近に垂直に、立てられたシリンダーから、後の蒸気機関車の中心となる水平に近い角度で、 フレームにしっかりと固定されたシリンダーへ移る過渡期の設計と言える。当初はシリンダーの傾斜が今よりもきつかったが、後に設計されたプラネット号では水平に近い角度でフレームの内側に固定されている。これは車両重心が高く横揺れが大きかったことを解消するためである。この後ロケット号もシリンダーが水平近くに変更された。 改造が施されたのは1831年頃で1840年頃まで、この改造した車両が旅客、貨物用として後に石炭運搬用として使用されていた。1862年に多少修復され、特許博物館へ寄贈された。現存の車両は1829年から1936年の部品によって構成されていると考えられ、 初期のものではなく改造後のロケット号に近い。後になって複数のレプリカが製造されており、現存しているものは胴体保存されている。このレプリカは車両限界の規定によって煙突の高さがオリジナルのものよりも低く作られた。1983年には3月19日から6月5日まで大阪のエキスポランドで偉大なる 鉄道博覧会でレプリカが展示、運行され、1998年には日英修航通商条約締結140周年に、ちなみ英国祭98の記念行事の一環として、大英科学博物館展が神戸市立博物館、北九州市西日本総合展示場新館、東京国際フォーラムの各会場で開催され、サイエンスミュージアムに保存されているオリジナルが、 展示された。このレプリカはヨークにある鉄道博物館にて保存、展示されており、レプリカには本機と当時使用されていたとされる客車がある。この客車は生体保存でロケット号の方は運転の際には別の青い無害車を客車として使用している。また、オリジナルのロケット号の運転室の設備は、過失部分を中心に現代の蒸気機関車と比べて、 非常に操縦しづらいものであった。このためレプリカには製造時から該当箇所の形状を変更するなど、運転展示を目的に数箇所にわたって、現代の蒸気機関車に準ずる改良が施されている。ありがとうございます。